皆さんこんにちは。こんにちは。ネモです。ジュンです。はい。はい。今日はウルチロ一区駅の、はい、5番出口の方に来ております。はい。はい、今日ミョンドンね、はい、見てみようと思うんですけど、はい、今日は6月の14日、日曜日ですね。日曜日なんでね、はいはい。日曜日来るのはなかったもんね。そうですね。土曜日は来たけどね。ね。ちょっと一緒にね見てください。今日はですね、はいはいはい、いつものところをミョンドン駅じゃなくてウルチロ一区駅の方から、はい、裏通りを通って行きたいと思います。はい。それでは、はい、行ってみましょう。行きましょう。はい、今日はもう天気がいいですね。いいね。最高気温がね、マイナス10度って言ってましたけど。最高気温マイナス10度、息子がね。あらまだわからないんでしょうね。いやそれは寒いね。マイナス10度とかですごい暑いよとか言ってたんですけどね。それはすごいな。まあ、ここをね右に曲がって、はい、ずっとまっすぐ、はい、ミョンドンの方に行ってまいりたいと思います。行きましょう。今まで一度もこっちの方から行ったことないので、そうですね、ちょっとこちらの道の様子と、うん、あとはやっぱり皆さんがこうご旅行された時に、うん、なんかちょっと困ること、困ること、うん、やっぱり日本と比べたらトイレっていうのはコンビニ使えなかったりとかするから。あ、それは困るね、うん、トイレの場所とかもね、あの各ある場所にありますので、はい、そこを自由に使っていいところをちょっと紹介したいと思います。あ、よろしくお願いします。はい。日曜日で会社いないから食堂もね、休みが多いみたいですね。そうですね、うん、さっきもちらほら見たんですけど、うん、やっぱり休みのところが多かったですね。はい、はい、ですねこちらの方にあるビルなんですけど、ここのビルの中にトイレがありますので、はい、そこで使っていただくといいと思いますよ。ここはあの生キンパもいただきますよね。あ、生キンパ、これあのハモリマード2号店のね横にあったんですけど、ここに引っ越ししてきたんですよ。まだやってないというか。そうですね、やってないですね。荷物がないんでね。まだ準備してないんでしょうね、そこまでは。ここのね、入り口入られて右側に行ったら、はい、トイレのね、あの場所が分かると思うので、はい、こちらのビル利用されるといいと思いますよ。ありました。はい、ね、韓国来てね、あの食べ物が口に合わなかったりした場合ね。そうなんですよ。なんか壊す場合もあるし、トイレの場所はね知っておいた方がいいですね。本当です ね。僕昔なんですけど、はい、まあ、学生の頃フィリピンにいた時、フィリピンに行ったことがあって、うん、で長距離バス利用したんですよ、はい、でトイレ行きたくなっちゃって、はい、トイレで5時間我慢したことがあったんですけど。トイレで5時間我慢した。ああ違う、バスの中でトイレを我慢した。5時間我慢できるもんなの。そんなに我慢しましたね。すごいね。うん、なかなか休憩とかも行かないし、言葉がねやっぱり通じないから、きついね、言うのもなんかこうね億劫なところがあって。あ、ちょっとねやっぱトイレはね、うん、どこの国行くにしてもね、やっぱりその言葉を覚えていかないとね。そうですね。私昔中国にね行ったことあるんですけど、仕事で。あ、ニーハオ。うん、ニーハオね。やっぱりトイレ新商前って言うんですけど、新商前在のあるっていうね、うん、トイレはどこですかっていうのを、うん、それだけ覚えていきましたもんね。なるほど。ザイナーって言うんですね。ありますか。ありますか。こちらが屋台通りですね。はい、人結構いますね。こっちに行くとロッテの百貨店の方になりますね。でこちらの道をまっすぐ行きますね。はい、最近コメントを見ると、うん、ネモさん痩せたんじゃないかっていうコメントが来てますけれども。はい、ありがとうございます。おかげさまで、はい、3キロほど痩せました。太りましたね。窓にいるときは四六時中動いてたから嫌でもね、うん、痩せてたので。歩くときは1日2万歩以上歩いてましたからね。そうだね。ずいさん多いよね、体重がですか。いやいや、歩く数が。あ、そうですか、うん、ここはコンタクトのお店ですね。ね、
あのこういったところのね、あのポスターとか、なんかアイドルのポスターがあるみたいなので、ね、写してもらいたいっていうコメントも来てましたよね。そうですね。BTS さんだったよね。BTS さんとかね、TWICE さんとかね。NJT はどうですかね。NJT、それは吉本じゃないよね。ネモジュン TV。 ネワイスと、ね、ネワイス。やっぱここの通りは少ないですね。まあ、日曜日なんでね。トッポギ屋さんも閉まってますね。前開いてましたけどね、やっぱ日曜日なんで、買ってる人いないからかな。ここもインデーだ、このマートも片付けちゃったね。合計マートね、このサジュさん、サジュカフェもね、開いてないですね。ロンドンね、よく来られて、お店もよろしてる方も、このコロナ後はお店がだいぶ変わってる可能性がありますね。本当ですね。ここあたりも営業してません。右で左側も営業してません。今、こちらね、ずっと右側に行ったら郵便局のある通りに行きました。向こう行ったら中国大使館とかありますね。で、今から左の方に曲がってまっすぐ行きたいと思います。サボイホテルがこちらあるんですけど、行ってみますね。ここですね。やってます。営業されてました。はい、お、高音男。高音男、ジュンさんみたいだね。声が高いのかな。高音しか出せない男。ジュンさん出るでしょ。高音。ああ、果てしないよ。さすがカラオケ大好きネモさん。ね、大都会ですかね、大都会。あれは高いですね。あれは高すぎますよ。あ、ここもファンジャンスやってないですね。キムソジュンね、イテオンクラスで爆発したね。あ、イテオンクラスの、あ、ここがね、あのメイン通りになりますね。あ、こんにちは。ファッションもその手だよっていうのもね、貴重な人、ね、そういう人もいるから、そういう教え方ってどうなんだろうね。ね、うん、僕の時代はダメでしたよ、左は。あ、そうなの。うん、左はダメでしたね。これ右行きましょう、私、あ、これ南じゃないですか、マッサージ南。いや、ここ北ですけどね。あ、南ね。あ、南南の研究員の先生って書いてますよ。この方たちは確かあの離婚なされた、ああ、船越さん、そう、松井さん、臨時休業で3月9日より臨時休業、なお営業再開に当たりました。今後の状況を顧みて改めてコーディアシスパンスは、はい、皆さんのご自愛を心よりお祈り申し上げます。休み空いてるかと思ったら、あの看板出てたから、この裏もね、ここもね、あの日頃からずっと少ないとったんですよ、人手が。ここは、あ、全部閉まってんな、ここも全部閉まってる。この店はちょっと厳しいね。そうですね、ここあれですよね、
ビエンナメガネさん開いてますね。ビエンナメガネさん開いてるけどお客さんいないですよ、ね、ここは通ったことありませんからね。そうですね、ここね、私、まあ、よく行ってたコーヒーショップの左手見ますね、コインコインの1号店、ここですね。コインですね、コインじゃなくてね、コインね。ここのコーヒーショップよくね、私昔よく行ってたんですよ。なんか美味しそうなハッピンスが、はい、ドラマのね、撮影でも使われて、ここなんかあるでしょ、ファンドンオンさんとかね、ドラマとか映画とかで使われた。あここはインデー、インデーで、うん、厳しいファイトランですよ。あ、エッグドロップありますね。お、エッグドロップ、エッグドロップもね、今度行かんといかんですね。そう、食べてくださいっていうコメントあったんでね、うん、今ここエッグドロップ食べてみましょうか。エッグドロップを、バックドロップしましょう。バックドロップしますか。うん、でここをまっすぐ行ったらハーモニーマート1号店があるんですけれども、ね、おじめさん、ちょっとんおしっこしたい。おしっこ、おしっこしたいんだけど。どうぞここあたりでしてください。ここで今ちょっとおしっこしたくなったんだけど、ね、どこトイレない？あ、トイレですね、うん、OK です。トイレはあの近くにありますので、そこをお教えしたいと思います。ハモニマートがやってればね、ハモニマートも。そうなんですよ、ハモニマートやってればハモニマートでトイレ使われて大丈夫ですよ、うん、で1号店がちなみにここなんですけれども、はい、やってないじゃないですか。ちょっとトイレ来てんだけど、ですね、ここの正面の靴屋さんあったんですけど、はい、先月までやってたんですよね。あ、そうそうそう、閉まっちゃってます。なくなっちゃいましたね、うん、でここを右に曲がりたいと思いますね、はい、ここの M プラザなんですけれども、はい、ここにトイレがあります。ここのね、あのソラリアホテルから入られて、うん、エレベーターで5階に上がって5階にもトイレあるんですけど、はい、一番行きやすいところをご紹介いたしますね、はい、ここずっとまっすぐ行ったら両替所があるんですけれども、この両替所があるところをずっと歩いてまっすぐ入ります。そしたらこちらにトイレがあります。今ちょっと工事してるみたいなんですけども、漏れちゃう。ここですね、はい、ここ結構トイレ広いので、もしねここあたりでトイレ行きたい場合はもうそちらの方に行かれるといいと思います。根本さん、トイレしなくていいんですか。はい、もうすっきりしました。え、今のは演技でした。演技、はい、あー、びっくりしたな。そういうことがあるだろうなと思ってね。なるほど、あの寸劇ですね、はい、さすが元俳優。なかったんですけどね、うん、本当にお店がいろいろ変わっていきそうな感じがするね。本当ですね、しょうがないね。しょうががないね。しょうがないよ。ここ、カバン屋さん、三丁目カバンだったかな。ここ開いてるみたいですね。この道入ってみましょうか。ちょっと行こう。入ります。ここもね、なんか有名な、いちご大福、うん、人気があるところあるんですよ、うん、ここ、元祖たるぎ餅。元祖は日本だけどと思うけど、うん、ここですね、すごい人気です。細いですね、はい、でここも細い道を入って抜けるとメイン通りの方に到達いたします。ここ恵比寿マートが正面で、ここですね、右側に行くと明洞劇場の方に行く道になります。はい、こんな垂れ幕がありますよ。なんかありましたよね、サインは V でしたっけ。そう、サインは V あったね、うん、どれだけバレーボールでしたっけ。
こちら工事中になりますね。はい、工事中といえば今田工事。今田工事さんですか今日。違うかな、中本工事さん。中本工事さん、工事さん字がやっぱり中本さんが工事が合ってるからね。合ってますね本当に工事さんは違うもんね。はい、工事有事もそう。工事有事ね。有事工事か、ちょっとどっちだよ。有事工事かなA&B とかね。 B&B はしたね、うん、B&B か、 B&B じゃん、A&B は何わかんないですねこのね、このスターバックスあるじゃないですか。そうこのエレベーター乗ってもらって見えます、見えます。で、3階行ってもらうとトイレあります。トイレあります。ここにもトイレがありますので、はい、使ってください。使いやすいです。使いやすいです、はい。韓国茶、はい、ここもね、三国茶より美味しい店あるんで。そうなんですよ。ここも紹介したいと思うんですけど、はい、これ、チュクミの店があったんですね。ここでもよく食べましたよね。そうですね。すっごい、ここも裏道なんでね、よくあのイエジープンシクを探してね、ここ入っちゃう人いたんですけど。あー、いらっしゃいましたね、うん、こんな感じですごい裏道でマクドナルドの裏に出てるんですけど。そう、こっちがマクドナルドで、こう行って抜ければ雪国ってやつですか。雪国ですね。はい、ここに抜けると、はい、そちら右手にオリーブヤングがある通りに出ます。でこちらの方に行けばスカイパークホテルの方が出ます。ちょっとびっくりしちゃったのがセブンイレブン閉まってるんですよね。そうだね。あとトイレ、トイレがあのスカイパークのセントラルホテルのところ利用できますので、はい、1階の奥の方にあります。メイン通りの方は結構人いたけど、こっちの方はさすがにちょっとね、少ないね。少ない感じですね。今日日曜日ね、ここの道イエージーコナシックの、ね、道ですけど、うん、日曜日はやってないので。日曜日はやってなかったですね、はい、また平日にね、改めて行きたいと思います。ここね、あのずっとまっすぐ行くとね、ブルチュロイック駅の方に出る道になりますの で、はい、でこちら前方にあります緑の屋根のタバコのマークがあるところが喫煙所になりますので、タバコとか吸われる方はそちらの方で吸われるといいと思います。わかりました。ミャンの5ぐらいですよね、喫煙所あるところって。そうだね。はい、ということで皆さん、はい、今日は日曜日のミョンドンのね、様子を見てみたんですけど、はい、やっぱり日曜日なんで食堂もやってないところが多かったです。多かったですね、はい、で裏道入るとやっぱりね、結構やってない店っていうか、うん、もう閉じてる店が多くて。閉じてましたね。うん、ちょっとね、深刻さを感じますけれども。そうですね。メイン通りはね、はい、韓国の方結構いましたけど。結構いましたね。うん、まあ、まだまだですけれども、まあ、僕ら定期的にミョンドンの様子を上げていきますので、はい、はい、またね、様子を知りたい方はまたこの動画ね、見てくださればと思います。そうですね、はい、見ていただけたらと思います、はいはい、また何かね、ミョンドンのことで知りたいことがございましたら、はい、コメントの方にお願いいたします。はい、気になるお店とかはね、またあの別でね、うん、あのやりますので、はい、別でやりたいと思います。はい、お待ちください、はい、では今日はこれで失礼します。さよなら。